ブレダムは愛知県新城市にある豊川水系売レ川に設置されたダムである。愛知県東部、いわゆる東三河はかつて干ばつに悩まされていた。そこで豊川用水が国営事業として計画され、終戦直後の1949年に事業に着手した。その水が目となるブレダムは1958年12月に完成し、せき止められた。 人造湖は、宝来湖と命名された。ダム湖には、売れ川だけでなく、天竜川水系のフリク草川、大乳線から取水された水も流れ込んでいる。昭雨時にはしばしば干上がることもあり、生活用水確保のために佐久間ダムから導水して、しのいだこともあった。豊川水系のダムとしては、下流に9 6 1年完成の大納東志港があり、 豊川支流の大島側には2001年に完成した大島ダムがある。現在は、下田ダムの建設が計画されており、ダム建設の是非が問われている。なお1985年1月、2019年5月19日の2度に、渡り、貯水率がゼロとなった。2019年の貯水率ゼロの当日は日曜日で、あったことから、 冷上がった固定やダム湖に沈んでいた約60年前の橋を見ようと見物人が殺到し、渋滞や立ち入り禁止のダム固定に上陸するものが発生するなどトラブルが生じた。その後、5月20日からの降雨で貯水率は10%以上に回復した。2019年2月24日から5月31日まで天皇陛下在位30年記念ラムカードが配布されている。 ウレダムは、両岸が急峻であり、基盤岸が所々に露出しているため、北下良郡三輪村河合に建築された。ウレダム建築による、水没面積は107.5ヘクタール、高地4.7ヘクタール、山林73.9ヘクタール、再装置4.7ヘクタール、道路、水路ほか25.1ヘクタール、住宅6個である。買収に伴いウレダム保証問題は、 栃木沢の国有林139ヘクタールの払い下げにより合意した。ありがとうございます。